初版のタイトルページ、神話力はゲーテの長編小説。1809年間。もともとは構想中のビルヘルムマイスターのヘ歴時代を構成する総話の一つとして考えられていたもので、1808年の6月初めから7月末にかけて療養地カールスバートで第一項が書き上げられ、しばらく原稿を寝かせた後1808年12月に再び着手。 イエーナで8ヶ月の期間を費やして完成させられた。兄弟、神話力は、化合物間での反応のしやすさを表す。科学用語で作中でも、登場人物間の会話において言及される。作品は、エー・トゥアルトとその友人の対位エー・トゥアルトの妻、シャルロッテと彼女の名をティーリエという4人の男女を、中心として展開する一種の不倫小説である。 エードゥアルトとシャルロッテは若い頃に恋人同士であったが、互いに別々の異性と結婚し、その後互いの伴侶をなくすという経験を経て再婚したという経緯を持つ夫婦である。その静かな生活の中に、エードゥアルトは旧友の大義を招き入れ、同時に名のお手入りを学校の寮から呼び戻す。しかしこの共同生活の中で、感情的なエードゥアルトはまだ子供らしさの残る。 オティリエと理性的なシャルロッテは分別のある大イとそれぞれ互いに惹かれ、会うようになる。二組の男女はそれぞれ互いの心の内を認め合うが、エーエトゥアルトが大イに自制を求めたのに対して、大イはシャルロッテへの愛に突き進み、オティリエとの離婚を決意する。しかしシャルロッテが妊娠しているという知らせを受けて、発泡塞がりとなり、半ば自暴自棄となって出生する。時を経て、 無事帰還した隊員は、決意を固め、シャルロッテに強引に迫って、結婚を承諾させる。しかしその日、動揺を覚えた彼女は、世話をしていたシャルロッテの赤子を船から落とし、死なせてしまう。シャルロッテは、離婚を承諾するが、貫通の罪を自覚したお手入りへは、前言を翻して、結婚を拒み館から出ていく。彼女はエイドゥアルトによって連れ戻されるが、結婚は拒否し続け。 また、密かに食事も立つようになる。そしてある日、結婚調停者の元僧侶ミットラーの夫婦間の和合を説く言葉を偶然耳にして、ショックを受けて死去し、エーテュアルトもしばらくして、彼女の後を追うようにして死ぬ。作品執筆の同期には、1807年頃のイエーナの書店の幼女であった当時18歳の少女、ゾフィー・ブルクハルトに対するゲーテのひかな愛があった。 作品の発表時は賛否両論であり、例えば先輩作家のビーラントは筋の不自然さや道徳感を難じ、ベティーナ・フォン・アルニムは残酷な結末に対する不況を手紙で伝えた。少なからぬ大衆読者は作品を不道徳だとみなし、エー・トゥアルトとオティー・リーエの性格を非難した。熱狂的な賛同を示したのはフンボルト兄弟などのゲーテの友人、知人たちで、 このためゲーテは1809年末に、この作品は、実は友人たちのために書かれたのだと告白しなければ、ならなくなった。ゲーテの崇拝者の一人であったザハリー・アスベルナーは、この作品に感銘を受けて、自分の感覚的生活を立ち、カトリックに改修したとゲーテに、手紙で伝えている。ありがとうございます。